ったんですけど、ちょっとバッグリニューアルして、ちょっと。だけど椅子に座ってるからな、やっぱりこれは外の風景に見えるけどね、ちょっとね。こういうなんか、ここにもなんか不思議なものが載ってるし、面白いとこなんだけど、これがあの、ここは座ってるのが椅子だからね。椅子の書き方もなんかちょっとおかしいな。斜めになってたので、なんかちょっと変な感じなんですけど。でもこっからこっち側に伸びてますもんね。ちょっとここのところがね、なんか合わないような気がして、背もたれ。背もたれとこれ、これまっすぐですね。いや、まっすぐだし、ここのところが。これからまた向こう行ってるってことは、いや、これは何だろうね、これは。足というか。背中に背もたれでしょ。そうですね。おかしいね。いや、まあ、そんなことは、まあ、どうでもいいけど、少しね、あの暗い絵ですね。全体がね、もうちょっと希望が湧くような絵なんですけど、まあ、なんかちょっと打ちひしがれたような。そういう頃だったんです。まあ、じゃあそれでいいかもしれないけど、それにしては向こうが明らかんとしてるね。ちょっとあの岩壁みたいな、防波堤みたいな、ちょっとやっぱりね、あの鬱陶しいですね。ここまでこう、なんか質感のあるものがね、ここにコンクリートの壁みたいなのがね、こう立ち上がるとね、ここに抜けた方が楽ですね。まあここに向こうがこの上が空いてるからいくらか希望があるけどね、このまま上までだったらもう現地察知いかなくなっちゃうまあでもね、こういう光の取り方は面白いですよ。光の取り方はね、この背景は成功したとは言えないです。あのね、やっぱり普通の、まあ、普通の表現ですからね、この着てるこの衣服ね、衣服をやはり一色の濃淡だけで片付けないでね、もうちょっとこの周りの色がね、入り込むようなね、あるいはまあもっと赤っぽいものでもいいんですけど、これがね、少し単純に見えます。この色調的には単調に見えます。でそれは逆に言うと、まあ、皮膚にも言えるんだけどね、皮膚も、まあ皮膚は皮膚だけで描くと、他にそういう色がないとやっぱり画面の中では浮いてしまうんですよね。だから周りとても美しいですよ、なかなかね。こういうとこは何なのかよく分からんけど、それはあの抜きにしてとてもいい感じですよね。だからこれで人物がこちらにね、もうちょっと溶け込んでくれればね、まあこれは隣にちょうどいい例があって、まあこちらはそんなに色を使ってませんけどね、でも同じことも言えて、周辺とこっちは溶け込んでるわけですね。その中でまあ明暗がありますけど、この衣服、人物をですね、もうちょっと色をね、加えて、で人物の深みというか、周辺との馴染みが良くする。そうすると、この絵がずっと良くなると思います。だから、顔なんかをね、もう少し、暗くてもいいから、周辺がこういう状態だから。なかなか怖いけどね、やっぱり思い切ってやってみると、ね、周りでこれだけのことをやってのけるんだよね。とても面白いです。人物を課題ですね。人物を周りにうまく溶け込ませる。